どうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。ギタリストの増田紀之です。よろしくお願いします。まあ、バッハ自体はそのギターのために曲は作っていないので、だからオリジナルの曲というわけではないんですけども、ただそのギターという楽器は、その両手のちょっとした動きとかをものすごくこう拾って、多彩なその、まあ、音色の変化だとか音の陰影だったり、なんかそういう繊細な表現っていうのがものすごく、得意な楽器だと思うので、で、まあ、バッハの音楽自体ものすごく緻密にできているの でその、ギターのその繊細さをうまくそのバッハの音楽にこう当てはめられたらいいなと思って、演奏をしたつもりですので、そういうところを聞いていただけると、ありがたいなと思います。でも生まれた時からギター教室を父親がやってたので、なんかもう知らないうちにギターは触っていました。で、まあ本格的に始めたのは、まあ、ずっと弾いてはいたんですけども、大体中学3年生ぐらいからですね。その頃からちょっとちょこちょこコンクールとか受け始めたので、その頃からようやく本格的に始めて現在に至るという感じです。まあ兄もギタリストで、まあ、家族全員ギターが弾ける環境だったので、まあ、ギターを弾くこと自体はものすごく自然な形で、始めたんですけど、まあ、あまり最初はそんな乗り気ではなくて、でもなんかだんだんやっぱりそのギターの魅力というか、そういうのに知らず知らずにこうハマっていったんでしょうね。あんまりそのギターが好きだとか、なんか絶対にギターをやりたいっていう感情気持ちがあったわけではないんですけど、なんか知らないうちになんかもうこの世界にどっぷりと使ってしまったという感じです。Thank you.
もしバッハに会えたら、ビシバシ鍛えてほしいですね、いろいろ。はい。